待されてない中で、でもやっぱ自分だけはプロ野球選手になるの諦めきれないなと思って、いいピッチングしても常に安心はできない、可能性をかけるのはここかなっていうのはあったので。あと152キロまっすぐ見逃し三振。川口東也投手は今年インディゴに入団した。187センチという高身長を武器に高い位置から投げ下ろす角度のある直球が特徴。入団後も球速を伸ばし、現在の最速は155キロを誇る。1999年奈良県に生まれた川口投手は東海大菅生高校へ進学。高校3年時にチームは甲子園でベスト4まで勝ち進むもベンチ外。大学時代は城西国際大学でプレーし、大学2年時にチームは神宮大会でベスト4となるもマウンドに上がることはなかった。実際大学2年生の頃とかに全然試合に出れない日々がずっと続いていて、野球をやめたいって本気で思ってお母さんとかに相談したこともあって、中学校時代の恩師とかからお前はプロに行けるって小学校の頃から言われてて、でもやっぱ自分だけはプロ野球選手になるの諦めきれないなと思って、なんとか4年生まで頑張った感じですね。大学卒業後は千葉県の社会人チーム花マウイへとプレーの場を移し、1年目から先発を任され、8月の全日本クラブ野球選手権ではベスト4入りに貢献。しかし NPB 入りへの期待がかかる中、指名漏れを経験した。花前の環境の中で必死に NPB 目指してやった結果、少しでも可能性があったので、やっぱその分ショックもありましたし、でもそのここで終われないなっていうのを、またチャレンジしたくなるような心折れるようなことはなかったですね。NPB へ挑戦する最後の1年という思いで徳島へやってきた。そんな川口投手が新入団選手発表記者会見で掲げた目標は、ドラ1で NPB。 実際に10月26日の去年のドラフトで徳島インディゴソックスから6名指名される姿をもう目の当たりにして、ともあと1年人生かけて勝負するならこの環境でしかないのかなと思って、ドラフト終わったもう夜には電話した記憶があります。NPB に行くっていうこと、日本一になるってことしか見てない選手ばかりだったんで、とこんな贅沢ないい環境があるんだなと結構実感しました。悪い結果だった日は落ち込むんですけど、こんなずっと引きずってらんなくて、ずっと高いモチベーションを維持し続けてやり続けるっていうのが、たまにしんどい時があって、そのドラフト前に選手として終わってしまうんじゃないかとか少し考える時がありました。家帰って落ち込んだ後はそのジムに行ったら仲間がいて、同級生の石川とか宮地とか、まあ、工藤中込とかに慰めてもらったり、ライバルなんですけど、めちゃめちゃいい仲間に出会えたんだなと思います。初めて公式戦のマウンドを託されたのは開幕2戦目。1イニングを投げ0点に抑えると、初登板から10試合連続で無失点という偉業を達成した。5月には最速を更新し155キロを記録。9円で登板して、先頭バッターの時に自分がボークをして、そこから始まった日に155キロのマックスが出たっていうのは、そのシーズンの中では一番印象深くて、チームの勝利にも貢献できたのと、自分の球速がマックスが上がったっていうのはとても覚えてる試合ですね。阪神とのファーム戦ではピンチの場面で登板、
圧倒されることなく後続2者連続三振に抑えた上に回またぎも難なくこなし無失点ピッチングを披露。ワンアウト一三塁のピンチで、岡本さん監督にお前この場面で登板して三振取れるかって聞かれて、まあ、自分何の根拠もなかったんですけどもハイテンションだったんで、まあ、ありがとうございますって言ってマウンドに上がって2者三振取られた時が一番嬉しかったですね。阪神の選手相手にあのピッチングができたっていうのは大きなポイントだったなと思います。自信になったり自信になりました。はい、まあ、前期は抑えやってたんでやっぱ三振を狙いに行くピッチングを、まあ、心がけてやってたんですけど後期シーズンから先発ピッチャーやらせてもらって毎打者三振狙いに行ってたらやっぱ球数も増えてしまいますしそういう、まあ、ちょっと遊びの見せ球とかもやっていく中でもう奪三振率があんまり下がらなかったっていうのはその少ない球数の中でも三振狙って勝負できたっていうのは成績的にはいいことなのかなと思います。やっぱりその、まあ、数字がやっぱり一番いいところでそのいいっていうのはフォアボール少なくて三振が多くてやはりあのリズムもいいとでそこにじゃあどこからそこが来てるかっていうとやはり、角度のあるストレートとそのバッターが捉える瞬間の、体感速のところを持っているとでまっすぐだけじゃなくて、そこにフォークボールと、カーブ、スライダーを織り交ぜながら、テンポよく投げれるっていうのが彼の特徴だと思います。第一印象はね、手すぎた時はね、いやどうかなと思ったんだ、いけるかなと思ったんだけど、まあ、少しテストの時触ってみたんだけど、いやこれがちょっと今までのやり方ではちょっと無理だなと思いながら、まあ、春先迎えたんだけど、ね、じゃあどういうふうに押し上げようかなっていう感じですよね。うん、これは取る側としたらやっぱり若くてそのローテーションピッチャー、セットアッパーをまあ狙うために取るんだけどもでも実質ね、プロ野球で50試合を、まあ、3年投げるともうかなりその疲労がたまるでそこにどん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 その、まあ、1年間22人のピッチャー大体入れ替えるんだけども、そこに入れ替えるピッチャーは多ければ多いほどいいんですよ。あとはスカウトの勇気と決断だと思います。もう今の時点で、まあ、1軍半の力はあると思ってるんであとはその1軍半がどういうふうにその1軍の、そこの入れ替えの、対象になってくるかっていう、まあ、そこはスカウトさんの判断なんです。やっぱり、ね、あの相手強いんでねファウルを取れるその途中まではねピッチングできると思うんだけどそのベンチとしたら早く決着つけるようなボールを持ってるピッチャーっていうのはやっぱ好まれるのでそこ、まあ、ロングもできて、まあ、セットアップは、まあ、そのタイプだと思うんですよね。投げ強くないとやっぱりダメだと思うので、まあ、その辺の課題かな。その体力、投げ強いのとあと結果球、相手が強いので決着つけるようなレベルにはいってほしいと思います。そんな川口投手は今年のドラフト会議の2日後25歳の誕生日を迎える。昨年独立リーグから指名された最高齢の選手はインディゴ OB で当時24歳の宮澤大成投手。インディゴの中でも最年長である川口投手はどのような心境なのか伺った。そうですね、実際今の NPB で活躍しているピッチャーも若い選手が多くて焦りますね。かなりでもその自分の望みがかけれる部分っていうのは高校大学ずっと補欠であまりその球数投げてこなかったんで肩肘も消耗してないしその今までそのスカウトの方とかに注目して見てもらえる機会がなかったので自分の魅力をしっかりと伝えていけたらいいかなっていう、まあ、野球やってきた年数が長い分でやっぱ去年とかいろいろ勉強投球動作とか勉強させてもらった分結構いろいろ体の使い方とか聞いてもらえることが多くてそういう伝えれることは伝えれるちょっと頼ってもらえるとこはあるのかなって。あと自分も結構普段ヘラヘラしてるんで全然
年の差関係なく、特に仲のいい年上の人って感じだと思います。これまで11年連続ドラフト指名を達成してきたインディゴソックス、川口投手にドラフトへの心境を伺った。やっぱその試合数が多い中で、毎試合必死に全力で後悔のない投球をするしかないと思ってて、そのためにはやっぱ最高の準備をしなきゃいけないし、できることは何でもやって毎試合臨むっていうのは本当シーズン最初からやってきたので、本当後悔のないピッチングを毎試合積み重ねてきたつもりです。結果のいい悪いは置いといて、やれることやってきたつもりなんで、指名されたいですけど、やっぱ不安ですね。不安なの？自分でやれることやってきた、信じてやってきた中で示されなかったら、考えたら結構恐ろしい、怖い気がし、なんかもう先が見えない気分になりますね。自分の今までの野球人生でいい思いをしてこなかったことがほぼ大半占めてて、やっぱその中でラストチャンスだと思って今年のドラフトに臨むんで、不安な気持ちがありますけど、やっぱ見返してやるっていう強い気持ちがあるんで、諦めずに最後まで戦い抜きたいなと思ってます。徳島出身じゃない県外ものの自分を見つけて応援してくださったファンの皆さん、今年1年ありがとうございました。自分も必死にドラフトに向けて過ごしてきたつもりですので、最後まで見守ってくれたら嬉しいなと思います。で、結果がどうであれ、この先の自分の野球人生も追っかけて応援してくれたら嬉しいなって思います。万年控えだったと語った川口投手は、 NPB 入りを果たすべく日々努力を続けてきた。ここ徳島から長年追い続けてきた夢を叶えることはできるのか、運命の時を待つ。この1年間徳島で人生かけて野球をしたので、1年で NPB 行くって決めて入団したんで、今年はもう全て全力でやりきったんで、絶対にドラフト指名されます。上位指名されます。右投げ右打ちの内野手としてドラフト上位で指名されます。必ず NPB 行きます。絶対に上位指名されます。